からの問題が出題されます。正解は2回裏終了後に発表です。どの選手かじっくり考えてください。それでは青春クイズスタート。僕はタイムトラベルができたら何をするでしょう。さあ、上田選手は坂本龍馬と一緒に写真を撮りたい、新選組の一員になりたい、ペリーにサインをもらいたい、織田信長の顔を見てみたいという、ちょっと歴史的な一面が出ているかもしれませんが、一体どれなんでしょうか。正解は2回は終了後に発表です。以上、そうなタイガース選手クイズでした。これからの時間は、そうなタイガース選手クイズ正解発表です。1回裏に出題された問題ですが、皆さん分かりましたか。上田海選手がタイムトラベルできたらやりたいことは一体どれだったんでしょうか。かなり歴史的なものが多かったと思いますが、一体どれなんでしょうか。それではみんなにご注目、正解はこちら。正解は D でした。ということで、織田信長の顔を見てみたいという、これはめちゃくちゃ難しいですね。ということで、またいろんな問題が出されます。愛し合い、お楽しみに。以上、そうなタイガース選手クイズでした。